じゃあおはようございます。おはようございます。おかげさまでバイオハザードベンデッタ続編の撮影がようやく開始できることになりました。本日初日になります。まあ、長い期間になるんで、質問あればちょいちょい夏の皆さん質問していただければなと思います。よろしくお願いします。いろんな作品で実際使われているので耳にされている方は多いと思うんですけども、実写の役者さんにポイントマーカーポイントつけて、でそれを記録してコンピューターで計算して CG のキャラクターに当て込むっていう技術で、まあリアルな人間表現するのであればモーションキャプターを使わないっていう選択肢はないのかなというぐらい必要な技法というか、この下に作品この体勢から血がついた。They were tourists. Oh, we're going back. At that point, we're going back. Okay. We are. Stop. We are. What do you know? Jill Valentine. How's it going? So, Jill. They were tourists. モーションキャプチャー自体が、まあ、やっぱり、まあ、2回目だったので、前作の時インフィニットの時にもう少しこういうのがあればなっていうのは、走ってるシーンなんかもルームランナー使ってやってみたりとか、あの長い距離走ったりする時にやっぱりモーキャプのスタジオってそんなに広くないんで、何往復かしてもらってこう ループで繋いでいくみたいな形だったんですけど、まあ、それを一連で走ってカットが取れるというか、基本的に CG に持っていくときに人間の体の動きをそのまま持っていくときに、もちろんですけどステージも同じサイズでなければいけないので、人間の動きだけがリアルだけど、例えば空間が嘘だったりとかすると CG 側で調整が必要になってしまうんですね。だからなるべく実際の実在の CG に入った時のサイズに合わせることが重要なんですね。壁がどこに来るんだっけとか、椅子がどこにあるんだっけみたいなことは、まあ、確実にしとかなきゃいけないポイントなんで、ただ役者さんにとってはもしかしたら本当はここに壁があるのに壁がなきゃない中で演技しなきゃいけないとかっていうところは辛いかもしれないけど、想像力働かして演技してくれたんじゃないのかなというふうに思ってます。マリアをやったですね、ゴミさんっていう女性がすっごいキレッキレのアクションの人で、あのレオンやってる、その普段あの新田くんっていうアクション俳優、結構タフなやつなんですけども、ずっとあの一緒にやってるんですけど、あの彼がヘロヘロになってましたからね、ゴミさんってやってて、まあレオンがちょっとウイルスかかってる状態で、まあ、ちょっと復活し始めてる頃なんでまだ本領発揮できてない、はい、共にマリアが父親の仇ということで、まあ、挑む。だからちょっとマリアの精神的な戦いがメインですよね。今回もより人間的にだけど、まあ、それだけではもったいないので、まあ、モーションキャプチャー実写じゃないんで、モーションキャプチャーゆえの、まあ、できることという差でちょっとブレンドしてみたっていうところはあります。アドバイザーのサイさんにとにかく武器庫なんで何が出てきてもいいんで、サイさんの方にちょっと僕がお願いして、いっぱい引っ張り出していっぱい使いたいんで、クリスがこう持ったら面白そうに見えるものとか、そういうのをお願いして、はい、過去の、ゲームも含めて、バイオハザードの中で、ラストの使われてきた武器をまず全部出していこうと。でそれが結局、まあ、効かないので、で新しい武器で倒しましょうっていうのが一応僕の中のコンセプトで今度組ませていきます。これはですね、まあ、ラストでジルが使う、まあ、武器なんですけども、まあ、電源供給、これも創作武器ですね、電源供給して、まあ、高出力の、まあ、レーザーで切るみたいな武器なんですけども、前回よりもアクションも多くて結構キャラクターも多いんで、
割と大変かなと思ってたんですけど、なんかすごくスムーズでしたね。はい、本当にレオンはレオンらしく、ジルはジルらしく、クリス、クレア、レベックも、なんか本当にそれぞれのキャラの良さが出てるんじゃないかなと思います。はい、